どうも皆さんこんにちは。今回もモンスターハンターワールドやってきます。今回はですね、視聴者の方からリクエストいただきましたショートカットの使用方法、こちらについて詳しく解説ご紹介させていただきたいと思っております。使ってますか皆さん、ショートカットめちゃくちゃ便利なんで、使わないのはね個人的に損だと思ってます。で、初心者の、ね、方とか復帰勢の方のために、その方たちのためにを中心にして作ってる動画でございますんで、すでにね知ってるっていうねベテランハンターの方はブラザーバックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。かなりね細かい部分の解説になりますが、ご了承ください。ショートカット、まずねショートカット何かっていうと、 L1 を長押しするとこう L1 と矢印キーなんていうんですか、こう十字キーで選べるこの円なんですよ。今ね右側に出てるこの円、これがショートカットです。で、使い方はこの十字キーでそのショートカットに登録しておいたアイテム群っていうんですか、アイテム群を選んで、例えばこれ選んで、で操作タイプによって変わるんですけど、僕の場合はこれ選んで、例えばじゃあ、回復薬、違うな、達人の遠投使いたいってなったら、達人の遠投のところに合わせて R3 をグッと押し込むんですよ。そうするとバコってこんな感じで使えると、これすごく便利なんですよ。これ例えばこうやってねアイテムをこうやって探して、じゃあ強打の装置使おうってなったら、こうやってねこうやって探さなきゃいけないじゃないですか。こうやって探すのは非常に時間がかかる、ちょっとねやっぱりね仮中にこの時間はロスです非常に。なのでショートカットに登録しておけば、すぐこう L1 長押しして、で、R ですぐ選んで、で強打の装置切る、はいっていうね、このスピードで切れるんですよ。非常に優秀です。なのでショートカットを使ってない方はぜひね使っていただきたいっていうことがまず一つと、あとね操作設定なんですよ。これ前も説明したと思うんですけど、操作設定をぜひね誤爆を防いでいただきたい。これ慣れてる方だったらいいんですが、慣れてない方だと結構ショートカットね誤爆っていうか、ね、誤操作しちゃうんですよ。これね操作設定でなんとかなりますんで、ショートカット操作設定、これはですね僕タイプ2にしてるんですけど、タイプ1は R を離して決定します。R を離して決定する。これは慣れてる方は異常に早いんですけど、慣れてないと誤操作が起きて、なんかわけのわからんアイテムを使ってしまうという現象が起きますので、僕はタイプ2にしてて、タイプ2は R を押し込んで決定すると。まあ少しだけ時間はね、タイプ1よりもかかりますけど、誤操作は絶対起きません。なので、タイプ2にすることを最初はお勧めします。で、非常に便利なのがですね、この4つのね、アイテム群を登録しておけるので、例えばこの回復と僕総意っていう、これ名前も変えられるんですけどね、この群のアイテム群の名前も変えられるんですけど、回復と総意っていうのを選ぶと、この応急薬とか回復薬グレート回復薬とか飛躍あたりがね全て選べるようになったりとか、あと、ジェスチャー選ぶと、例えばね突っ張りとかこれね突っ張りとか、あと例えば集会場に入ってすぐよろしくにゃんって打ったりとか、ちょっとなんか気持ち悪いですけどよろしくにゃんとか打つの、あとこれねグッドとかね、こういうスタンプが打てたりとか、これ登録しておけるんですよ非常に。で便利で、こっち罠系とスリンガー超高とかあったら罠をね、罠を登録しておいて罠が選べるとかね、あとこの捕獲用ネットとかもねこう選べて、これここで選ぶとスリンガーにセットしてくれますよね。この状態でここを選ぶとほらスリンガーにセットしてくれるんですよ。非常に優秀でしょ。これちなみにですね、先行弾今ですね説明用にスリンガー先行弾持ってないんですよ今。ほらスリンガー先行弾持ってない状態で来ました。スリンガー先行弾が持っていない状態でこのショートカットを、ここスリンガー先行弾選んで押すと調合してくれるんですよ。調合してくれるんですよ。非常に便利。持ってないものでも素材があれば調合してくれると。で調合したものをもう一回 R さんで押し込むとセットしてくれると。便利でしょ。これはね使わない手はない。そしてなんとアイテム調合も登録できますんで、今スリンガー先行弾1個しかないんで、じゃあもっと作りたい、じゃあここ選んで、はいはい、ほら調合できてるんですよ。すごいでしょ。このスピードで調合できるんですよ。 R さん押し込めば非常に優秀ですよね。でちなみになんですけど、これ何が一番その優秀かっていうと、ショートカットで調合できることはガンナーにすごく便利。ガンナーヘビーボーガンです。僕今ヘビーボーガンでね今来てるんですけど、ヘビーボーガンはですね、まあ弾をね打ち切ったら、今残裂弾持ってないです。今ちなみにこうやって見ていただいたら分かる通り、残裂弾持ってないんですよ。残裂弾じゃ打ち切っちゃいました、どうしましょうと
という状態で、ショートカット玉の調合に登録しておきました。残烈座の調合をここ押します。ほらこの速度で調合できるんですよ。早いでしょ。この速度で調合できるんです。どうですか皆さん使わないではないでしょう。で残烈座をこう選ぶと、あ、武器出しないとダメだ。武器出して残烈座を選ぶと想定してくれると。素晴らしいでしょ。これ非常に素晴らしい、便利ですね。ショートカット、ちなみにこの何ですか、あの選べるもの、選べる、ショートカットはオプションボタンのショートカット登録、ここから選びまして、で全部自分で決められます。名前もそのアイテム群の名前もここに登録するアイテムも全て自分で選びます。タマト調合とか、あのワナゲートスリンガー調合とか、ジェスチャーとか、これは自分の好きに選んでください。で結構ね便利なのはですね、剣士とかだとね、砥石とか、今剣士にしてきたんですけど、剣士だとこれね砥石とかね、これ抜刀してる状態で砥石選ぶとこのまま砥石してくれるんです。このまま砥石めちゃくちゃ早いんですよ。だからこう武器しまってから砥石とかじゃなくて、このまま砥石してくれるんです。素晴らしいですよね。まあ、あとはね、いろいろそのスリンガーをセットしてくれたりとか、今スリンガーセットされて、ない状態なんで、あのスリンガーされてない状態、狩りが始まりました、じゃスリンガーセットしたい、ショートカットでセット、早いでしょう。この速度でショートカットセットできるんですよ。これはですね、ぜひ皆さん知らない方いたらぜひ使っていただきたいと思います。で、最後、非常に重要な、こと説明しておきましょう。これ、ショートカット、その設定がリセットされてしまって、一回登録したものを使えなくなっちゃったりとかするパターン、もしかしたら経験してる方いらっしゃるかもしれないんですけど、これですね、どういうシステムになってるかっていうと、アイテムのマイセットに一緒に紐付けられて登録されてるんですよ。だから今アイテムボックス、アイテムのやり方、ちなみにアイテムのマイセットっていうのはその、キャンプとか、あと自分のその調査拠点とかのアイテムボックスのとこ選んで、アイテムの入れ替えってとこ選んで、でオプションボタンを押すと、あのアイテムマイセットが出てくるんで、ここにね全ていろんなパターンのアイテムのパターンを登録しておいて、それを呼び出してこれると。例えば剣士用だったらこれで剣士用をねマイセットの内容に取り替えられたりとか、あとヘビーボーガン用だったらヘビーボーガン用にこう取り替えられたりとか、こういう感じでねするんですけど、これねここにショートカットを割り振ってあるんですよ。例えば今剣士用にしますね。剣士用にするとショートカット、今剣士用のショートカットなんですけど、上が一番上が砥石なんですよ。砥石、まあ、不動の創意とか達人の円筒とかこの辺のね、剣士で使うもので、弾とかスリンガーはもう使わないんで、もう全くないです。今全く剣士は回復と創意、定型分、罠系とスリンガー調合、ジェスチャーっていう4種類に僕はしてます。で今度じゃあヘビーボーガンの方行ってみましょうか。ヘビーボーガンの方の、オプションでヘビーボーガン用のアイテムマイセットを選んでいただいて、マイセット呼び出しですね、マイセット呼び出ししていただくと、でこの状態で出てきてもらって、でアイテムマイセット見てみると、回復と創意、ほら一番上がさっき砥石だったんですけど、これスリンガー先行弾になってるんですよね。で、弾と弾調合に右側なってるんですよ。非常に便利じゃないですか。これ全ての武器種で、あのアイテムマイセットを変えてあげれば、全ての武器種っていうかね、剣士と防眼用みたいな感じで変えてあげれば、あのマイセットも勝手に変わってくれるんで非常に優秀でですね、あの救難信号発信とかもできるんですよ。例えばこう選んで、僕ジェスチャーに登録してるんですけど、ジェスチャーの一番下救難信号の発信、これで簡単でしょ。オプションボタンとか押す必要ない、ここに登録しておけば。非常に優秀なんですよ。なのでちょっと長々と説明しましたけど、ぜひですね皆さんもですね、ショートカット使ってない方いたら今すぐ使えるようになっていただきたいと思います。以上でございます。いかがだったでしょうか。今回ですね、ショートカットの操作設定、こちら解説させていただきました。皆さんもですね、ぜひ使えるようになっていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。もうね使えるようになっている方、繰り返しになってしまって申し訳ございませんでした。動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ドーン。